よさのあきこ役、源氏物語、夢の浮き橋。明け暮れに、昔恋しき心持て、生くる世もはた、夢の浮き橋。あきこ。 薫は山の延暦寺について常の通りに教官と仏像の供養を営んだ与川の寺へは翌日行ったのであるが宗ズは大将の親しい雷がを喜んで迎えたこれまでからも祈祷に関したようで付き合っていたのであるが特に親しいという間柄にはなっていなかったところが今度の一本の宮のご病気の際に この総図が素法を申し上げて、著しい効果を上げたのを見たときから、大きな尊敬を払うようになって、以前に増した向上を生じたために、重々しい身でわざわざこの山寺へ訪ねてきてくれたとして、あらん限りのもてなしをした。ゆるりと落ち着いて、話などをしている客に、湯漬けなどが出された。辺りのやや静かになった頃、 尾野の,のあたりにお知り合いのところがありますかとカオルは尋ねたそうですそれは古くなった家なのでございます私に口山とも申すべき母がありまして都に対した屋敷があるのでもありませんから私が寺にこもっております間は近くに来ておれば夜中でも暁でも何かの時に私が役立つことになるかと思いまして 小野に住ませて「あるのでございますあの辺りは近年まで住宅も相応にあったそうですがこの頃は家が少なくなったそうですね」と言った後で薫は座を進めて低い声になり「確かなこととも思われませんしまたあなたへお尋ねしましてはなぜ私がそれを深く知ろうとするのかと不思議にお思いになるであろうしとはばかられるのですが」。 その山里のお家で私に関係のある人がお世話になっているということを聞きましたが事実であるとすればそうなるまでの経路などもお話申しておきたいと考えていましたうちにあなたのお弟子にしていただいて天の会を授けられたということが伝わってきましたが真実でしょうかまだ年も若くて親などもある人ですから 私の行き届かないところからなくしたように恨まれても仕方のない人なのですが」と薫は言った「ウズは予期の通りあの人はただの家の娘ではなかった」「貴女であろうとは初めから考えられたことであった」「自身で来てこれほどに言っておられる人であれば深く愛された人に違いないと思うと」と 自分はそうであるにせよ、あまりに分別なく、あの人の望みに任せて出家をさせてしまったものであると、胸が塞がり、返事をどうすれば、触りなく聞こえるであろうと考えられるのであった。事実をもう皆知っておられるらしい。これだけのことがすでに分かっている上で、探りにかかられては、何も何も暴露してしまうはずである。 隠してはかえって迷惑が起こるであろうという結論を想ずは得てどういうことでこんなことが起こりましたかと昨年来不思議にばかり思われていました方のことかと思われますと言い小野の母と妹の尼が長谷寺に癌がございまして参敬いたしました帰りに宇治の院というところに休んでおりますうちに 母の尼が旅疲れで発病いたしまして重そうに見えると申す知らせが私のところへあったものですから私も宇治へ出かけたのですそうしますとあちらで不思議なことが起こったと言い出しまして母の介抱も差し置きまして妹の尼はどうしてもこの方の命を助けたいと騒ぎ出しましたその若い病人も死人同様になっていましたがさすがに息はあったのですから 昔の小説の「貧殿に置いた死骸が蘇生した」という話を妹は思い出しまして「そんなことか」と私の弟子の中の祈祷の上手な僧を呼び寄せまして変わる変わる家事をさせなどしておりました私は惜しむべき年ではないのですが旅の途中でやみました母に「少年に念仏もさせて終わらせたい」と仏のお助けを請うておりましてその人の方は詳しく見ませんでした 何がそうさせていたかと思ってみますと、天狗小玉などというものがあざむいて伴ってきたものらしく解釈がされます。助けて都へ伴ってきました後も、美月くらいは死んだ人と変わらぬようだったのですが、以前の右衛門守の妻でございました私の妹の尼は、一人より持っておりませんでした女の子を亡くしましてから、時は経っても悲しみに沈んでおりましたのが、 同じほどの都市格好ではありましたし非常に美しい人でもある人を拾うことのできましたのは観音が自分へ下すたのだと言って喜びまして気も狂わんばかりに私へこの人の命を救えと頼むものですから私も坂本へ下って参りその時は私自身で祈祷をし御神法も行ってあげました。 それからは失神状態でも放心状態でもなくなり次第によろしくなられたのでございますが自身ではまだ疲れたものの離れてしまわない気がするこれに妨げられずに未来の世界を思うようになりたいと私へ悲しいお話があったものですから出家は自分の方からお勧めもしたいことであるからと申して受解を行わせて差し上げたのでございます。 あなたにご関係のある方などとは空では悟りようもありませんでした。不思議な出来事なのですから、人にも話せば探しておいでになる方の注意を引くことになったかもしれないのでしたが、世間に聞こえては煩わしいことになるであろうと申して、妹の尼はそれを止めましたので、長く秘密にいたしてまいったのでございます。こう物語った いいよいよ事実であったのかと薫は小西章から少し聞いた話から山へまで遠く宗洲を訪ねてきたのではあるが全然死んだと思っていた人が確かにこの世に存在していたのかという驚きをまたも覚えて夢の中の気持ちがし心の打たれたことによって涙ぐまれるのを構想を前に置いてこんな弱さを見せるものでないと反省され冷静な封を作っていたがソーズには 香のを感じていることが分かりこれほどにも愛していた人を生きていても死んだのと同じような天のみに自分はしてしまったと過失をした気になり罪を作ったという自責も覚えて悪い者に見入られになったということも前章の約束事なのですよ必ず高い家の子で終わりになったのでしょう前章のどんな過ちでさすらいの身などにおなりになったのでしょうか ソは問うてみた「王族の橋とまあ言うほどの人です私も妻として結婚をしたのではありませんあることが動機になって恋愛がそこへまで進んでしまった間柄でしたがしかしそんなにまで人の好意にすがって養われねばならぬような待遇を私はしていたのではありませんのに不思議に跡形もなくなってしまったものですから 身を投げたたたかななどとそれによっててまた色々な想像もしていたわけです罪の軽くなるご処置をお取り下すったのですから安心のできたことと私は思うのですが母親である人が非常に恋しがり悲しがっておりますからそれだけには知らせてもやりたく思いますもののその結果長く隠しておいでになりました海様のご本意に互い 立ち切れぬ親子ので訪ねて行ったりすることにななるかもしれれぬとと思われますなど薫は言った後で「ご迷惑なことと思いますがその坂本まで一緒にお下りくださいませんでしょうか」「細かい事実を承ることができました後でなおそのまま捨てておいてよい人では初めからなかったのですから夢のようなことをこの話を承った時を気としても話し合いたいと私は思うのです」 こういう様子に、その人を深く思うことの伺われるため、出家遁世の姿になり、髪も髭も剃った僧たちでさえ、恋愛の心の抑えられぬものがあるのである。まして、女というものに改行が保てるものかどうか危ないものである。かえって罪に落とすことに自分は携わってしまったと、僧図は反問した。そして、 下山しますことは今日明日日差し支えます日が変わりましたら参りましてあちらからお手紙をお差し上げになるように計らいましょう」こう答えた薫は頼りない気もするのであったが是非などと強いることはにわかに焦り出したことに見られて恥ずかしいと思いそれではと言って帰ろうとした姫君の衣服帝は友の中にいた 他の兄弟よりも美しいその子を大将は近くへ呼んで、これがその人と近い身内のものです。この少年をせめて使いに出しましょう。短いお手紙を一つお書きください。私とは初めからお言いにならずに、誰か尋ね求めている人があるということをお書きください。と薫が言うと、そのお手引きをいたすことで私は必ず罪に落ちましょう。 事実は申し上げた通りですもうあなたが今すぐお寄りになってお話になることをお話になるそれは何の罪にもあなたのおなりになることではありません想ズはこう言うのであった薫は笑ってあなたの罪になるようなお手引きを願ったと取っておいでになるのは誤解ですよ私は今日まで賊の姿でおりますだけでも 怪しいほど信仰を深く持つ男です少年の時代から豚腺の志を持っているのですが三女の宮様がお一人きりで私のような者一人を頼りにおぼしめすのが断ち切れぬ絆になりましてそのまま今も世に交わっておりますうちに自然にいなどというものも高くなり自身の意志にかなった生活もできないことになりますと心は仏の道に傾きながら 好意は罪になる方へ引かれても言っておりましたが、それは講師のやむを得ぬことに生じた使用とも言うべきことです。その他では、これは仏の戒めであると教えられましたことは、いささかのこともそれに触れたくないと心がけ、慎んでいまして、心の中はそうに変わりはないと信じる私です。ましてそれは不全の甚だしいものですから、 どうして道に入った人を誘惑したりすることをしましょう。お信じください。ただ会いまして、気の毒な母親の話などをよくしてやりますことができれば、私の心が楽になることと思うからです。と、昔から仏の教えを報じることの深さをるは告げた。ウズも、道理であるとうなずき、尊い心がけであることを褒めなどするうちに日も暮れたため、 中りに尾野へ寄ることはふさわしい道順であると薫は思ったが突然に行くのはやはりよろしくなかろうと考え帰ることに決めた時この日立の子をウズは愛らしいと褒めた「この少年に持たせてやります手紙に彼女の昔の知人のことをほのめかしておいてください」と薫が言ったのでウズは早速手紙を書いた。 時々は山へも登ってきて遊んでいきなさい。私にあなたは縁がないのでもないからね。などとも言った。少年は縁のあるというわけがわからないのであるが、手紙を受け取ってすぐに友の中へ混じった。坂本へ近くなったところで、先の者は列を別れ別れにして声も低くしていくように、と大将は注意した。 小野では深く茂った夏山に向かい流れの蛍だけを昔に似たものと慰めに見ている浮船の姫君であったが軒の間から見える山の傾斜の道をたくさんの松明が続いて降りてくるのを見るために天たちは縁の橋へ出ていた「どなたがお通りになるのでしょう先の人がたくさんなように見えますね」。 昼間か川の方へ見る目の引き星を差し上げた時に大将さんがおいでになってにわかに京王の支度をしている時でいいおりだったというお返事がありましたよ大将さんというのは今の妙二宮の,の確かご両親でいらっしゃる方ですねなどと言っているのも世間に通じない田舎めいたことであったあの人たちが言うように 実際大将が通るのであろうかと浮舟が思っている時にかつてこれに似た山道を薫の通ってきた頃特色のある声を出した随人の声が他の声に混じって聞こえてきた月日が過ぎれば過ぎるほど昔を恋しく思ったりすることは何にもならぬ無駄なことであると情けなく姫君は思い阿弥陀仏を参合することに紛らせ 平成よりも物数を言わずにいた。薫は日立の子を人にすぐ小野の家へやろうと思ったのであるが従えている人の多いために避けて屋敷へ帰り翌朝になってから宗頭の手紙を持たせてやることにして極めて親しく思う人で大行にならぬもの二三人だけをつけ昔も宇治の使いをよくさせた随人も添えてやるのであった。 聞く人のない時にその子をルはそばへ呼んで、お前の亡くなった姉様の顔は覚えているかもう死んだ人だと諦めていたのだが、確かに生きていられるのだよ。他の人たちには知らしたくないと思っているのだから、お前が行って会ってくるがいい。母にはまだ今のうちは言わない方がいい。驚いて大騒ぎをするだろうから、 そんなことは、かえって知らない人にまでいろいろなことを知らせてしまうことになるよ。母の悲しみを思って、私はあの人を探し出すのにこんなに骨を折っているのだ。ある時までは口外するな。と今しめるのを聞いて、子供心にも、兄弟は多いが、上の姫君の美に及ぶ人は誰もないと思い込んでいたところが、死んでしまったと聞き、 非常に悲しいことであるといつもいつも思っているのに、こんな嬉しい話を知ったのであるから、感激して涙もこぼれてくるの恥ずかしいと思い、はいと荒々しい声を出して紛らした。小野の家は、まだ早朝に想図のところから、夕べ大将のお使いで小君がおいでになりましたか。 お家のことなど詳しいお話を伺って呆然となり恐縮しておりますと姫君に申し上げてください。私自身が参って申し上げたいこともたくさんあるのですが、今日明日を過ごしてから伺います。こんな手紙が天君へ来た。驚いて姫君のところへ持ってきて見せると、その人は顔を赤くして、自分のことが明らかに知れてしまったのであろうか、物隠しをし続けたと。 天君に恨まれても仕方のない義理の立たぬことであると思うと返事のしようもなくそのまま黙っていると「今でもいいのですから言ってください」「恨めしいお心ですね私に隔てをお持ちになって」と恨めしがるのであるが何がどうであるかの理解はまだできないで天君はただワクワクとしているうちに「山の宗図のお手紙を持っておいでになった方があります」と女房が知らせに来た。 怪しく姉君は思うのであるが、今度のが物を文明にしてくれる兄の手紙であろう、使いでもあろうと思い、こちらへと言わせると、きれいな華奢な姿で美装したわらわが縁を歩いてきた。ワローダを出すとミスのところへ膝をついて、こんなふうなとる扱いは受けないでいいように、想ズはおっしゃったのでしたが、その子はこう言った。天君が自身で応接に出た。 持参された宗図の手紙を受け取ってみると、入道の姫君の恩方へ、山よりとして署名が正しくしてあった。間違いではないかということもできぬ気がして、姫君は奥の方へ引っ込んで、人に顔も見合わせない。平勢も晴れ晴れしく振る舞う人ではないが、こんなふうであるために、どうしたことでしょう、などと言い、天君が宗図の手紙を開いて読むと、 今朝、この寺へ、宇大将殿がおいでになりまして、あなたのことをお聞きになりましたため、初めからのことを詳しく皆お話しいたしました。深い宗師の人をおおきになって、卑しい人たちの中に混じり、出家をされましたことは、かえって仏がお責めになるべきことであるのを、お話から承知し、驚いております。仕方のないことです。元の夫婦の道へお帰りになって、 一方が作る哀愁の念を晴らさせておあげになり、なお、一日の出家の功徳は無料とされているのですから、元に帰られた後も御仏をお頼りになされるがよろしいと私は申し上げます。いろいろなことはまた自身で参って申し上げましょう。また、十分ではなくても、この小気味が今日のことをあなたに通じてくださるかと思います。 書面を見ればことが明瞭になるはずであっても姫君のほかの人はまだ訳が分からぬとばかり思っていた「あの小君は何にあたる方ですか恨めしい方今になってもお隠しなさるのね」玉君に責められて少し外の方を向いてみると来た小君は自殺の決心をした夕べにも恋しく思われた弟であった。 同じ家にいた頃はまだわんぱくで、両親の愛におごっていて、憎らしいところもあったが、母が非常に愛していて、宇治へも時々連れてきたので、そのうち少し大きくもなっていて、双方で兄弟の愛を感じ合うようになっていた子であると思い出してさえ、夢のようにばかり、浮船には思われた。何よりも、母がどうしているかと聞きたく思われるのであった。 他の人々のことは近頃になって誰からともなく噂が耳に入るのであったが母の消息はほのかにすらも知ることができなかったと思うと弟を見たことで一層悲しくなりほろほろ涙をこぼして姫君は泣いた小君は美しくて少し似たところもあるように人の目には思われるのであったからご兄弟なのでしょうお話し,したく思っていらっしゃることもあるでしょうから 座敷の中へお通ししましょうう玉君が言う「それには及ばぬもう自分は死んだものと誰も思ってしまったのであろうのに今更尼という変わった姿になって身内の者に会うのは恥ずかしいと浮舟は思いしばらく黙っていたあとで身の上をくらましておきますためにいろいろなことを言うかとお思いになるのが恥ずかしくて何もこれまでは申されなかったのですよ」。 想像もできませんような生きた屍になっておりました私をご覧になったのはあなたですがどんなに醜いことだったでしょう私の無感覚で久しくおりましたうちに精神というものもどうなってしまったのですか過去のことは自身のことでありながら思い出せないでいますうちにキイの神とおいになる人が世間話をしておいでになったうちに私の身の上ではないかと ほのかに記憶の呼び返されることがございました。それから後にいろいろと考えてみましても、はかばかしく心によみがえってくる事実はないのですが、私のために一人の親であった母は今どうしておられるだろうと、そればかりは四を思われて、恋しくも悲しくもなるのでしたが、今日見ますと、この少年は小さい時に見た顔のように思われまして、それによって忍び難い気持ちはしますが、 そんな人たちにも、私の生きていることは知られたくないと思いますから、会わないことにしたいと思います。もし、生きておりましたならば、今申しました母にだけは愛とございます。ソーズ様が手紙にお書きになりました人などには、断然私はいないことにしてしまいたいと思うのでございます。何とか上手にお言い下すって、間違いだったというようにおっしゃって、お隠しくださいませ。 と浮船の姫君は言った「難しいことだと思いますね」「宗ズさんの性質はそうというものはそんなものであるという以上に孔明盛大なのですからね」「もう何の虚偽も交じらぬお話をお伝えしてしまいなすったでしょうよ」「隠そうとしましても他からずんずん事実が証明されていきますよ」「それにご身分が並々のお姫様ではいらっしゃらないのだし」 この天君から聞き、姫君が女王様であったということに、誰も興奮していて、ひどく気のお強いことになりますから、皆で言い合わせて、浮船のいる部屋との間に基調を立てて、少年を座敷に導いた。この子も、姉君は生きているのだと聞かされてきているが、兄弟らしくものを言いかけるのに周知も覚えて、もう一つ、 別なお手紙も持ってきているのですが、宗ズのお言葉によってすべてが明らかになっていますのに、どうしてこんなに白々しくお扱いになりますかとだけ節目になっていった。まあごらんなさい、可愛らしい方ね、などと天君は女房に言い、お手紙をご覧になる方はここにいらっしゃると、まあ申してよいのですよ。 こうして厚かましく出ています我々はまだ何がどうであったかも理解できないでおります。だからあなたから私たちに話してください。お小さい方をこうしたお使いにお選びになりましたのには訳もあることでしょう。と少年に言った。知らない者の,のようにお扱いになる方のところではお話のしようもありません。お会いしくださらなくなった私からはもう何も申し上げません。 ただこのお手紙は人づてでなく差し上げるようにと仰せつけられてきたのですからぜひ手ずからお渡しさせてください。こう小君が言うと「もっともじゃありませんか。そんなに意地を固く張るものではありませんよ。あなたは優しい方だのに一方では手のつけられぬ方ですね」と天君はいいいろいろに言葉を変えて進め貴重の際へ押し寄せたのを 知らず知らずそのままになって座っている人の様子が他人でないことは直感されるためにそこへ手紙を差し入れたお返事を早くいただいて帰りたいと思います疎い封を見せられることが恨めしく少年は急ぐように言う天君は大将の手紙を解いて姫君に見せるのであった昔のママの手で 髪の匂いは波外れなまでに高い。ほのかに覗き見をして風流好きな甘君は美しいものと思った。あまにおなりになったという、何とも言いようのない私にとっては罪なお心も、相図の高潔な心にあって、私もお許しする気になって、そのことにはもう触れずに、過去の あの時の悲しみがどんなものであったかということだけでも話し合いたいと焦る心は我ながらも飽き足らず見えます。まして人の目にはどんなふうに映るでしょう。と、下きも終わっていないで次の歌がある。のりの死を尋ねる道をしるべにて思わぬ山に踏み惑うかな。この人をお見忘れになったでしょうか。 私は行方を失った方の形見にそば近く置いて慰めに眺めている少年です」とも書かれてあった。こう詳細に知って書いてある人に存在の紛らしようもない自分ではないか。そうかといってその人にも願わぬことにもかかわらず変わった姿を見つけられた時の恥ずかしさはどうであろうと浮船は反問して。 もともと弱々しい性質のこの人はなすことも知らないふうになっていたさすがに泣いてひり伏したままになっているのをあまりに波を外れたご様子ねと言い天君は困っていたどうお返事を言えばいいのかと責められて今は心がかき乱されています少し冷静になりましてから返事をいたしましょう昔のことを思い出しましても 少しもお話しするようなことは見出せません。ですから、落ち着きましたら、このお手紙の心のわかることがあるかもしれません。今日はこのまま持ってお返しください。ひょっといただく人が違っていたりしては、肩払いたいではございませんか。と姫君は言い,い、手紙は広げたままで天君の方へ押し合った。それでは困るではありませんか。あまりに失礼な態度をお見せになるのでは、 そばにいる人も申し訳がありません多くの言葉でこんなことを言われるのも不快で顔までも上に来たものの中に引き入れて浮船は寝ていた主人の天君は少年の話し相手に出て「物の,のけの仕業でしょうね普通の風にお見えになる時もなくて四十五秒気続きでねそれで落食もなすったのを」 ご縁のある方が訪ねておいでになった時にこれでは申し訳がないとそばにいて気をもんでおりました通りに大将さんの奥様で終わりになったのでございますってねそれを初めて承知いたしまして何ともお詫びの仕方もないように思いますずっとご気分は晴れ晴れしくないのですが思いがけぬご消息のございましたことでまたお心も見られるのでしょう平成以上に今日はお気難しくなっていらっしゃるようですよ などと語っていた山里相応な凶悪をするのであったが少年の心は落ち着かぬらしかった「私がお使いに選ばれてきましたことに対しても何か一言だけは言ってくださいませんか?」「本当に」と言いそれを伝えたが姫君は物も言われない風であるのに天君は失望して「ただ」 こんな風に頼りない風でおいでになったとご報告をなさるほかはありますまい。はるかに雲が隔てるというほどの山でもないのですから、山風は吹きましても、また必ずお立ち寄りくださるでしょう。とこぎみに言った。期待もなしに長くとどまっていることもよろしくないと思って、少年は去ろうとした。恋しい姿の姉に再会する喜びを心に抱いてきたのであったから、 落胆して大将邸へ参った。大将は少年の帰りを今か今かと思って待っていたのであったが、こうした要領を得ないふうで帰ってきたのに失望し、その人のために持つ悲しみはかえって深められた気がして、いろいろなことも想像されるのであった。誰かがひそかに恋人として置いてあるのではあるまいかなどと、 あの頃恨めしいあまりに軽蔑しても見た人であったからその習慣で自身でも余計なことを思うとまで思われたあとがき三千と千個に光る東洋文学の巨編「源氏物語」の価値は今さら説く必要もない。 私は今を去る二十八年の昔金尾文猿堂主の依頼によって源氏物語を略述した新訳源氏物語がそれである森林太郎上田敏任博士の序文と中沢博光画伯の絵が沿っていたその三先生に対して粗雑な解と訳文をした罪を次来 20年の間私は恥じ続けてきたいつかは三先輩に対する謝意に変えて完全なものに書き換えたいと願っていたのであるが実現は困難であった今から7年前の秋どんなにもして時を作り源氏を解約する責めを果たそうと急に思い立つ時が来たそしてすぐに書き始め書き続け 少ない余命の終わらぬ間を急いだところが昭和10年の春に私は夫を失った一家を追ってなさねばならぬようの増えたことは申すまでもないまた一方崩れた心は歌を作る以外に力の出しようもないように思われたその時までにできていたのは夫がすでに病床についていた頃にも書いた 橋姫の巻きまでであった。若菜以後は聖書もできていなかった。私は壁際に山積した新進薬の原稿を眺めるだけで二年をいたずらに過ごした。以前に大阪へ店を移された文猿堂を主と京都で返したのはその頃であった。死は 初期の私の歌集以来、引き続いて私を庇護してくれた人である。東京でまた店を開きたいという話を聞いて、私のできている新神薬源氏物語の話をし、そんなことが起源になって、東京で死の再起が叶えばよいと相談した。死は喜んでくれた。そのために死の信仰の深い観音へ礼参りさえもされた。 二十八年の昔に拙いものを書いて渡した私の成長を疑わなかったのである。いよいよ本が出るようになって、私は滅罪の方法の許された神仏に合唱した。私は源氏物語を前後二人の作者の手になったものと認めているが、その研究をここで細かに述べることはできない。古来から、 宇治十条は紫式部の娘の第二の三味の手になったと言われていた徳川家の国学者は多くそれを否定した私も昔はそうかと思わせられた明治に久米国武博士がある洋曲雑誌に「源氏は数人の手になったものらしい」と書かれた時に久米氏は第一流の私学者であるが文学者ではないからと思い 私はそれを信じようとしなかった。新新薬にかかる数年前から、私は源氏の作者が二人であることを知るようになった。前の作者の筆は富士の裏場で終わり、すべてがめでたくなり、源氏が大乗天皇に登った後のことは金色で塗りつぶしたのであったが、大胆な後の作者は水運に向かった源氏を書き出した。 最愛の夫人、紫の上の死もそれである。仁を三宮のものの紛れもそれである。後の主人公、薫の大将の出生のために、須作院のご在留中の高級のことが突然語り出され、帝の仁を三宮内親王へのご出来合いによって、薫の宮を用意した小説の構成の巧みさは前者に超えている。よく原文を読めば、文章の組み立てが、 若かなから違っているのに心づくはずである。必ず、神立名、天井人であったものが、初代譜、天井人、神立名になっている。昔の写本、木版本でない原稿の活字本で見る人は、一目瞭然とわかるはずである。文章も悪い、歌も少なくなった。しかも佳作は極めて少数である。紫式部の書いた前編は、 天才的な佳作に富んでいた。後の作者のにも良い作はないのでもない。目に近く映れば変わる世の中を行く末遠く頼みけるかな。おぼつかな、たれにとわましいかにしてじめも果ても知らぬ我が溝。これらの佳作は 五州一州の秋の歌の関東の第二の三味作の遥かなるこしまでも行くものは秋の寝覚めの心なりけりこの歌の読みぶりによく似ているではないか竹川の巻のじめにこの話は亡くなった太政大臣家に仕えた老女房の語ったことで 紫のゆかりこよなきには二三メめれどと書いてあるのは前編を書いた紫式部の筆には及ばぬがということで注釈者たちが紫の上のことにしているのは極解なのである子孫のない紫の上と別の家のことと比較するのはおかしいではないか私はその研究を以前していた時前編の執筆と後編の書かれた間の差に 二十六年という数を得た王朝はすでに地方官が武力を用いて意を広め始めた時代になっていた六の神から常陸之助になった男の富などがそれである御礼勢天皇の御勅筆の額を今も平等院の隣の寺で拝見することができるがその頃の男の漢文の日記などに東宮時代の道貞が しばしば宇治の寄り道の山荘へ行刑になったことが書かれてある「御霊贅亭の御目のとが第二の三味でお供をしていって宇治をよく知るようになったものらしい歌は前編の作者に比べて劣るが本種でないその時代に歌人として頭角を現していた人の筆になった傑作小説として」 私は第二の三味の家の衆を随分探し求めたが現存していない。伊勢の工学館の図書目録にあった第二集をよく調べてみると三味の娘で五礼税帝の皇后に仕えて第二と呼ばれた人のもので祖母にはもとより母の三味の歌にも数頭を取った作ばかりのものであった。 さらしな日記にすでに浮船の姫君のことが言われているが、さらしな日記は後年になって少女時代からのことを書き出したものであるから、多少覚え違いがあるかもしれない。私の26年はさらしな日記の作者が上京した年をも参考として数えたものであるが、あるいは今少し隔たりが多いかもしれない。若菜において文書も叙述の方法もつなかった作者は、 柏木になり夕霧になり立派なものになってきた内容に天才的な豊かなものが盛られているからである東屋以降は技巧も内容に伴って素晴らしいものになった前編の紫式部は小説作家として歌人として意味じき作者であって後編を書いた第二の三味は偉大なる文学者だと私は思っている これを詳しく述べる時間がないのは残念である。私の最も親しい画家の正宗徳三郎氏が想定と口絵を描いてくださったのは大きい幸せであった。与謝野き子。解説。源氏物語とき子源氏。池田帰官。 源氏物語はどのような作品か、まずそのことから解説しよう。源氏物語は今から950年ばかり前、ダンテよりも300年、シェイクスピアよりも600年、ゲーテよりも800年ばかり前に書かれた長編茶実小説である。その名前は、源氏の物語とも、光る源氏の物語とも呼ばれたが、 それらは主人公の名に由来するし別に「紫の物語」とも「紫のゆかりの物語」とも呼ばれたがそれらは女主人公の名によるのであるおそらく世界最古の長編写実小説の一つと言ってよいであろう作者については遺説があるが私としては当の式部 すなわち紫式部だとする古来の説をそのまま認めてよいと思う。もちろん54条の中にはどうもおかしいと思われる薪、例えば仁王の宮勾配竹川の三条特に竹川の薪などなお十分考え直してみなければならぬ薪もあるがまず大体同一作者の手になるものと認めてよいと思う。 多人数の作者が手を分けて書き継いでいったとか藤原の道長や式部の父の藤原のため時などが大部分を書いたとか全部にわたって過失したとかなどという説もあるが全く問題にはなるまいただ「源氏物語」という壮麗な一仮覧が成り立つ前に部分的には相当広範囲にわたり手の込んだ工作が別々に出来上がっていたそれらを作者が 巧みにに大きなな構想のの中に取り入れたのではないかつまり伊勢物語の一つ一つの段のようにそれぞれ女主人公を持つ独立した物語があってそれらを作者が源氏物語の雄大な組織の中に取り入れたのではないかそういうふうに考える考え方は決して無理ではない実際はおそらくそうなのであろうしかしそのような場合でも私としては それらの要素的な古語の物語の作者も、やはり式部自身に違いないと考えている。もちろんそれらには、民間伝説や先行作品などが参与したのであろうが、それらはどこまでも素材としてであって、私がここで言う部分的な物語としてではない。これは重大な問題であるが、ここで小説している暇はない。この点において、私は、 源氏物語の構成はホメロス的ではなくファウスト的であると考えているなお詳細については石膏、源氏物語」の構成とその技法を参照せられたいさて「源氏物語」は「54条」という驚くべき巨編であるがその最初の想定形式はおそらく冊子であったと思う。 特別の場合の他は巻物には仕立てなかったものと思われる枕の草子もその原本は明らかに冊子に書かれている紫式部日記に中宮少子が物語の草子これはおそらく源氏物語であろうと思われるがを多くの人々に手を分けて聖書させられることが見えている この五十四条という大部の創始は、しな日記の著者の少女時代には、もう相当広く流行していたらしい。これらの各巻巻の成立の時期や順位などについては、問題があってはっきりしたことは言えない。ただ、今の巻の順位の通りに成立したものであるまい。また、作者は一度総稿を書いて、 その後全体的に何回か増補修正したらしいとは言えると思う。そして54条の中には少し疑問の残る巻巻もあるが、まず大体作者自ら筆を取ったものであると言って対かなかろうと思う。作者紫式部はどのような人であったであろうか。紫式部という名前はおそらく 紫の物語の作者たる「唐の式部」の意で付けられた呼び名であろう式部が「唐の式部」と呼ばれたことは伊勢の大輔衆その他によって明らかであるが唐は藤原の略式部は兄信則が式部の城であったのによるのであろう藤のゆかりで紫に改めたとの説もあるが その他にも遠野式部と呼ぶ女房はいたのに信範の妹だけが紫式部と呼ばれるのもおかしいやはり紫は源氏物語の別名たる紫の物語の作者である点に関係があるものと私は考えているさて紫式部は藤原冬継の光栄の越後守為時の娘である 父のたと時は漢学者であり歌人としても有名である曾祖父堤中納言兼助は三十六家仙の中に列し祖父正忠その弟の清忠叔父のためのりなど皆歌人として知られている兄の信典も若に巧みであり母方の祖父の信は最近発見された歌集によって 本因の侍従などとともに有名な歌人であったことが知られ式部がどの血統からも「源氏物語」の作者としてふさわしい天文を恵まれていたことが証明された式部の生物年代は明らかでないここは安藤為明の交渉によって仮に遠遊亭の天元元年頃の生まれと見る通説に従っておこう。 老後は出家したであろうがその年代はわからない。遅くとも昭和2年5月から満寿3年正月頃までの間に宮遣いをやめたらしい。その時もう死んでいたか出家中であったかは不明である。彼女は小さい時から聡明でその逸話が彼女自ら書いた紫式部日記に見えている。一条亭の長徳2年19歳の頃、 父のため時が越前の神となって赴任する時父に伴われてその任国に下り約1か年の後に京都に帰ったそして上門の権之助藤原信孝の求婚があり長宝元年に結婚したその時信孝は48歳ぐらい式部は二十歳ぐらいであったらしいやがて2人の間に剣士が生まれた この人は、太宰の第二、高階の成明の妻となって、第二の三味と呼ばれ、また、御霊勢帝の御目の徒となって、越後の弁と呼ばれた。式部は間もなく、夫、信孝と死別し、父のもとに帰った。そしてこの一時を抱えて、中流階級の女性の誰もがそうであるように、生活の苦と戦わねばならなかった。 この苦しい生活の中に、源氏物語の構想はなり、そして次々と執筆されていったのであると私は考えている。式部は観光2、3年頃に、一条邸の中宮少子に仕えた。それは家庭教師というような立場であったらしい。この宮塚いの間に見分した事柄を日記に書いたのが、あの紫式部日記である。 今日伝えられているこの日記は、観光5年7月、中宮が御解人によって、里屋敷たる土御門殿に退出されているところから筆を起こし、御一上亭御皇譚の模様を詳しく述べ、翌々7年正月、御須作亭御五十日の御儀式に終わっている。この日記は、彼女の歌を集めた紫式部集と共に、彼女を知る大切な資料である。 式部は物静かな資料深い知性的な婦人であったようである「源氏物語」に現れる赤石の上という女性は彼女の自画像であったかもしれない外見は少し冷たさを感じさせるような女性であるが温かい愛情を持って人間を見つめているその美しい人間愛がなくてはこの源氏物語は創作されなかったであろう 彼女においては「怨霊狂献上」という東洋的な生き方が女性の美徳とされているが人間の真実なるものに対しては世にも崇高な美を感じその美に酔いしれて我を忘れるという作家的な微笑ましい一面をも持っていたそのことは彼女の日記の随所に見えるところである彼女は人間探求の記録として「源氏物語」を作ったが その後もなお探求の手を緩めず永遠のヒューマニストとしてその生涯を送った「源氏物語は」は三つの人生の在り方を描こうとしたもののようであるすなわち光る源氏的人生と柏木上門の神的人生と薫の対照的人生とがそれであるこれを別の言葉で言うならば第一は 天皇統治下の明るい的な人生であり第二は、石関性化の幽安で悲劇的な人生であり、第三は、荘園社会と草案性格者の暗黒な愚動的な人生である。この三つの人生が、いわゆる、スクセ宿命の人間観によって結びつけられているところに、この物語の主題と構想の雄大さがあると思う。 この物語は薪から薪へと無方針に書き継いでいったものではないまた右の三つの人生の物語を単純につないでいったものでもないこれらは三部作として初めから雄大豪華な長編的組織内のものであったと思う第一部においては平安京を背景として華やかな源氏の青春が描かれる 幾多の女性とのさまざまな恋愛が語られるすべては明るい春の楽しさである第二部においては六条院の壮麗な大建築を背景として人生の分裂と葛藤が描かれる第三部への橋渡しをなすところの世にも悲しい恋愛の宿命と破局とそして深刻な死が語られる第三部においては 父なる人の罪の重荷を負うてこの世に生まれてきた薫の君の苦悩に満ちた半生が描かれる。はるかに救いを浄土に求める象形がしみじみと語られている。この間に作者は、藤壺、紫の上、葵の上、六畳の宮こ所、赤子の上、宇治の姫君、浮船、夕顔、うつせみ、末摘む花、花散る里、雲祈り、 朧づく世の内の神玉かずら大江の君女三宮落葉の宮などさまざまな女性を登場させあらゆる女人の群像を克明に描こうと努めているそれらの女性たちは一人一人はっきりした個性とそれぞれの立場とを与えられ温かい愛情によって見守られた女性たちであるしかも彼らは彼らを支配する大きな人間の世の宿命の中に その好好むととまざると問わず漂ってゆかねばならならい人たたちであったこの巨大な物語はこうして500人に及ぶ人物と3代にわたる世の動きを描き女主人公浮舟の姿を最後に大きく転出しその心境を象徴的に描写転出することにより54条の長編の幕を閉じている。 そこには幾多の問題が白明の中に残され、深々とした余剰が後ろに遠く惹かれている。まさに巨大な小説にふさわしい、静かな、そして美しい結末である。この小説は古代小説には珍しい、手堅い写実的手法によって一貫している。これは、 作者がホタルの薪に有名な小説論を展開して力説したところを自ら誠実に実践に移した結果として注意すべきものである。真実性は筋の上にも性格表現の上にも心理描写の上にも徹底したものがある。高まりゆく情緒や精密にして美しい背景の描写、白明のような象徴性を称えた文章の風格、 あらゆる点において近代的なな技法のの上々なものを備えている約10世紀も昔に書かれた作品であるからには言語の上にも環境の上にも現代人の理解を困難に陥れるもののあるのは当然でありまた小説技巧それ自身としても多少の欠陥がありいわゆる構図の弱さが感じられないでもないがまさにケウの古典的傑作であると断言して おそらく何人といえども異論はなかろうと思う「源氏物語は」は広代の日本文学に著しい影響を与えたまず平安時代から鎌倉時代を経て室町時代および江戸時代に至る小説形態の著作品の上にどうすることもできない日本的性格というものを与えた「さご郎も」をはじめ 平安朝後期の物語は言うまでもなく、苔の衣以下、中世の物語は、ことごとくこの物語の影響のもとに成立しないものはない。近世の金蔵氏はもとより、文芸復興期、すなわち市民文芸の栄えた元禄期の著作品、例えば近松や西角の芸術にも、この物語の影響は決定的であった。また、和歌の方面においては、 早く藤原俊贅が歌人必読の書としてこの物語を推奨して以来甚大な感化を与えついにこの物語を規範とする古典主義を確立させるに至ったことにレンガや徘徊に影響を与えることは非常に多くここでいちいち説明している暇はないこうして「源氏物語」は日本のあらゆる文芸作品を完全に支配したのである 源氏物語の影響は、一人文芸作品の世界ばかりでなく、広く日本文化の全般にわたり、生活の諸方面に及んだ。この感化は、良い意味でも悪い意味でも、国民生活の各層に染み込んでしまった。こうして、一方では不倫の恋愛を取り扱っているとか、皇室の尊厳を傷つけるとか、様々な低劣な議論が現れ、 軍閥政権の華やかであった時代においては、ついに文書の論さえも、一部の過激派の間には叫ばれるに至った。この競争は、今日から考えると愚にもつかぬことながら、その当時としては真剣な問題であった。この古典を守り続けることは、容易ならぬ、命がけの仕事であった。我が国において、現氏物語がそのような取り扱いを受けようとしていたときに、 外国では早くもこの物語の進化が公正に認められその堂々たる善悪が完成していたのである。まことに文化の水準の高さを思わざるを得ない。すなわち英国において全六巻の英語訳がなりそれが非常な好評を博しわずかの間に数版を重ねるという盛況でありまさに偉大なる世界古典の一つとして全世界に承認されたのである。 今日まで源氏物語に対して無関心であった人々も、この英訳源氏物語によって改めてその価値を確認し得たというような人も少なくなかった。日本人は優れた外国人に教えられて自国の古典の価値を初めて知るという情けないありさまであった。これは一つには我々古典の学問に従っているものの無力無能の席に着せられるべきで残機に耐えない。 今後はそのようなことがないように努力が払われるべきである源氏物語の現代語訳は今日においては与佐野昭子夫人の老作をはじめとして久保田宇坪氏、谷崎純一郎氏井原氏力氏のそれぞれの力作があるいずれも特色があってそれぞれ優れた善悪である私の考えるところでは 現代語訳はそれ自身一つの芸術品でありうるしたがって今後いくつ出ても良いのであるそれぞれ役者の個性がそれぞれの作品の上に現れてくるからである秋子夫人が「源氏物語」の現代語訳に着手せられたのは明治の末年で夫人が30歳を少し超えられた頃であったらしい その頃、いち早く源氏物語の偉大さに注目し、これが現代語訳を試みるという待望を抱かれたことは、今日から見れば何でもないように見えるにしても、その当時としては実に驚くべきことであった。その当時は、古月賞より他に適当な参考書はなかったのであり、一通り全館を通読するだけでも容易ならぬ仕事であった。主婦の身をもって、 しかも多くの子女の母たる責任を負いながら、この五十四条という大部の古典の翻訳に精進するということは、実に悲壮な決意を必要としたであろう。夫人はあらゆる困難と戦いつつ、ついにこの驚くべき大事業を完遂されたのである。与謝野源氏私はより親しみ深い名をもって、秋子源氏と呼びたい。 の特色は必ずしも原文の畜語訳という点にあるのではないむしろ大胆な意訳という点にあると思うそこに婦人の意とされた特色が損するのであるあの源氏の難解な文章はこのような方法によって極めて理解されやすい近代的な表現に変わったこれは確かに一つの新しい試みであり 夫人の才能はよくこの試みに成功したのである。かような手法は夫人が後に置いて完成された新薬映画物語、新薬泉式部日記、新薬影朗日記などにも共通するものである。そしてこれらはすべて同じように成功を収めたものである。秋子源氏の特色の第二は 女人の心を持って女人の心を見ているという点である紫式部という古典的古代の女流天才の心は約十世紀を隔てた近代の女流天才の心に意味軸も共鳴したそれは建物の銀線が風に触れておのずからなりいずるに似ている女性でなければ捉えられない洗礼な女性の心が 約一千年のの時を隔てて近代によみがえったのである秋子源氏の特色の第3は「近代の歌人の心をもって古代の歌人の心を捉えている点である」「夫人は源氏の中から多くの歌心を学び取るとともにまた自らの歌心を持って源氏を身につけることに努めその企てに成功している」 近代日本ロマン主義の中核を成した明星の運動は源氏における古典的精神とフランスにおける近代象徴主義精神の美しい法要の中に展開した私はそういう意味でもこの秋子源氏の文学史的役割の重要性を思わざるを得ない我が国の女性は世界の文化に何を寄与したかこの課題について考えるときに 私は世界最古の女流天才紫式部を持つこととこれが精神を近代に展開せしめた女流天才与謝野明子を持つことを何の刃ばかりもなく誇りとして主張したいと思うそうしてこの1,000年の時を隔てた2人の女性がそろって中流階級の家庭の母であったという点を強調し現代の同性の謙虚な反省と奮起を求めたいと思う